いつもの美容室と予定が合わず初めての美容室に行きました。耳にかけられるくらいのショートヘアを想定して美容師さんに写真を見せ、イメージを含めてお伝えしました。すると、なんと超びっくりモンチッチのようなベリーショートになっていました。雑誌を読んでいる間に一体何があったのか、もはや取り返しがつかないことは一目瞭然でした。美容師さんは、こんなに短くできる人ってすごいですよね、私はセミロングで限界でした、となんだか嬉しそうでした。私もびっくりしてます、こんなに短くて、と叫びそうになりましたが、なんとか飲み込み、衝撃を抱えて帰宅しました。私の伝え方が悪かったのかな、そういえばバリカン言っとくとか不思議なこと言ってたな、カツラっていくらするんだろう、髪の毛早く伸ばすサプリで検索など、絶望が止まりません。皆様はこのような髪の毛の失敗はありますか、もしあったとしたらどのように乗り越えたかご教示いただけますと幸いです。いやーこれはうまいこといかないっていうね、いかないっていう、まあ想像通りと違かったみたいなのあったことあるけどさ、うん、そこまでのヤバさではないかもね。そうなんです。みたいな、なるほどには経験はないわ。耳にかかるっていうのはこう、こういうね、ちょっとかぶってるみたいな、ここまでみたいな、なるほどね。それは確かにね、そうも言うよね。確かに写真とかあるといいよね。いやそうだね。でもね、写真見せたって書いてあったんだよな。なのにえ、ね、ダメじゃん。そうだね、美容師さん側のさ、確かになんかミスじゃない。そうだね、そうだね。その写真がさ、両耳かかってたとかも見えなかったのかね。そう、これがこうなっちゃってて、あ、短いって思ったみたいな。うわ、でもこれは相当違いそうだね、イメージと。確認してもらいたいね、そこはね。もう終わってね、見た時にはもうどうしようもないからね。本当だよね。なんかありますか、似たような経験は。いやー、どうしようみたいな、なるほどじゃない ね。男性ながらね、ミスる範囲が限られてるっていうかさ、まあそうだね、そんなにね、うん、俺フランスに行ってた時に、うん、髪切りに行ったことがあって、美容院にやばそうだねいや、どんだけおしゃれになるんだろうと思って行ったんだけど、うん、まあ、当時その流行ってる髪型が、うん、まあ基本スポーツ狩りみたいので、うん、上がちょっと長いみたいなで、ちょっとこうピョ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 って立ってるみたいな、はいはいはい、うん、あ、ベッカム的な、まあ、それこそベッカムヘアのもうちょっと全体が短い版みたいな、この辺で結構もう刈り上げてて、もみあげがこうパスってこう切られてるの、うん、でも俺はそれは絶対に嫌で、あ、嫌だったんだ、絶対にそうしないでくれってもう死ぬほど言って、その美容師さんに、うん、髪型はもう任せると、うん、フランスのにせっかくいるんだから流行ってるのにしたいと任せるけど、うん、ここだけは絶対に切らないで、パスってやらないでくれって、うん、ウィウィとか言って、うん、頼んだぞって言って一投目でパス、おい俺鏡見てたけどおいそれそれって一投目でそれをやるなってえみたいな顔されて絶望だよね、もうね、こっちやったらこっちやらないわけにいかない、絶対そうだよね、うん、無理じゃんってなって、うん、結局スポ狩りになってるそれってかっこいいの。いやだから当時そのフランスの田舎の方の高校生は結構みんなそういう髪してて、なるほどね、おお前もフランス人になったねみたいな感じになったから、ああなった、まあよかった、ね、結果よかったけど、うん、俺は気に入ってなかったからね、ここをやられたからね、やられたからもう見上げちりやられてるそれはもう伸びるの待った、それしかないよもう。そっか、ただセットの方法とかは結構工夫はしたかな、うん、どうにかなんか似合うようにというスポーツ狩りってセットとかある？俺知らないんだけどさこのぐらいもう動かせる範囲狭すぎるだろ、こうなるからねいやもう一緒やんスポーツ狩りのセットって逃がしくできないよね、でもね、うん、まあ、ちょっと伸びてくればまた違ったりするけどさ、そうだ、ね、帽子かぶるとかね、ああ、ね、はいはい、うん、あれはどうじゃ、ベリーショート的な感じ、もしくはそれからちょい伸びたぐらいの女優さんとか、めっちゃかっこいい人とか、めっちゃ好みの人を探す、うんうんうん、それをいっぱい見る、あ、慣れさせるというか、そうそうそう、もうこれなんだっていう、ね、そう、自信をつけるという、ね、そうそうそう、大丈夫、これだと、これです私はっていう、確かにね、もうフランスにいた時みんなそうだったから、うんうん、俺はこれなんだと思ったから確かに、確かに、だから行けたかもしれない、みんなが受け入れたことによって、あ、そう、ね、大丈夫だったんだっていう、確かに確かに、それリハビリしよう、でも自分で思ってるのって一番先入観あるからね、そうだね、それは本当そうだと思う、実は全く知らない人からすれば、うん、もう全然普通じゃないっていう、似合ってますよっていうね、めっちゃそうだと思う、そうそうそう、この美容師さんもこんな短くできていいですねって言うってことはさ、うんうん、別に似合ってるってことだもんね、いや、そうなんだよね、うん、そういうことなんだよね、そうだね、そうだね、意外と見慣れてないだけでね、うん、あとなんか服とかがなんかさ、そのちょっと長い用の服だったりするとなんか違和感あったりするじゃない、確かに、それもちょっと新規一転して、確かに、うん、
ベリーショートを楽しむ生活をちょっとやってみるっていう ね、うん、それはめちゃくちゃありだと思う、うん、いいね、ベリーショート女優でめっちゃ検索しよう、アンさんとかそれこそ確かに、もう少し伸びたらアンさんみたいな、うん、そうだね、かっこいい感じになれるっていう、自分を洗脳しようもいいね、あり